無料ゲームランキング、元1位のタワーランやっていきましょう。過去の栄光にすがりすぎだわ。タワーランは、走りながらジャンプして、人間に乗っかるゲームです。そしていきなり新キャラ登場だぜ。このでかいおじさん誰？壁をぶっ壊しやがったー。前の動画では、壁をジャンプでかわすゲームでしたが、新キャラの丈夫なおじさんは、壁を壊せるようになりました。おじさんがいなくなったら、また壁をジャンプで避けなきゃいけないぜ。やべ、ミスった。前方の壁に高さが足りないように見えるが、このおじさんは丈夫だから、ゲームオーバーにならないという謎の仕様。そしておじさんは普通の人の上にもジャンプできます。ゴールが見えましたね。クリアだー。今回は3人乗った状態からスタートです。広告を30秒見るとこの状態になれるぜ。道が途切れた？というのは誤りで、一部遅れて道が出現します。ジャンプを成功できてるから、かなりの高さになってきたぜ。どんどん高く積み上げていきましょう。なんたって、このステージは相当高くないとクリアできませんので。さて、これで届くか？いけー。よし、二人残った。いや、お前足で宝箱開けんのかよ。このゲーム、人間を残してクリアすると、次のステージにその人間を持ち越せるみたいです。そんな豆知識あったんだな。ってなんだこれ？黒くて小さい物体がいます。四足歩行する動物っぽいぜ。そして明らかに高い壁。飛んだー。こいつは、ウサギのようですね。小さくても、ジャンプ力が凄まじいな。そして前方に人間がいますが、普通に上に乗ることができます。みんなバランス感覚が半端ないぜ。たくさん乗っけても、ウサギのジャンプ力はすごいので、楽々に進んでいきます。クリアだー。今度は天空のステージだぜ。前方に丈夫なおじさん二人がスタンバイしてます。飛び乗っていきましょう。おじさんは歩幅が大きいから、ジャンプするタイミングが難しいと思いきや、歩幅の感覚を無理やり調節できる柔軟性も持ち合わせてるから、意外とピンポイントジャンプがしやすいぜ。やたら今回はおじさんばっかですね。でも、この壁で人数は減ります。これで3連おじさん。おい、このラストは初めてのやつじゃないか？これは何なのか、果てしなく続く細い道、そして謎のスクワット運動。これ、もしかして。大ジャンプだー。記録は 4.3 メートルでした。意味わかんなすぎるわ。光のチャンネル初見の人はびっくりしたかもしれませんが、このゲームのパブリッシャーの暴動さんは、自転車で遠くに飛んだり、足を生やしたロボットで遠くに飛んだり、巻き取った木の塊を高く飛ばしたりなどなど、とにかくラストは遠くに飛ばすことが大好物です。なので今のは違和感なかったですね。バリバリの違和感しかねえよ。では、ここで新要素、スキンガチャをやっていきましょう。一回100コインだぜ。魔法使いのおじいさんを入手しました。このゲームものすごく肉体労働なんだけどな。今度は、忍者をゲットしました。忍びの技術も全く役に立たないんだけどな。今度は、半裸のお兄さんをゲットしました。バリバリじゃねえか。そしてラストは、骸骨をゲットしました。さらにバリバリじゃねえか。街中を走る骸骨、自然な光景ですね。どこがだよ。それにしてもこのステージは、なんだか味気ないですね。この倍数になるステージは、ボーナスタイムなのかよくわからないが、最後以外は薄味になりがちだぜ。ということは、あれが見れますね。ちゃんと前方に高さ制限の指標がいるぜ。乗員、着席。ジェットコースターだー。思いっきりめり込んだな。しかしコンクリの下は水？それとも空？わからんが、ジェットコースターはまた上に向かってるぜ。地上に戻ってきました。そして道は途切れましたとさ。